はい、皆さんこんにちは。これが私が今回購入しました、レクサス HS250H です。ちょっと全身をぐるっと回っていますね。ほとんど目立った傷などはなく、とても綺麗な状態であります。はい、オイルは、18インチですね。純正アルミですね。ほとんどタイヤも減ってない状態で、当分交換しなくて済むような感じがします。はい、このように製薬1月17日ですね。ちょっとまだ納車されてないんですけど、ちょっと今こうやって撮影させていただきます。サンルーフはついてると思ったらまだついてないタイプですね。ちょっと今日はトヨペットが休みで、こうやって撮影だけしに来ました。はい、とても綺麗な車になっております。こんな感じで、運転席の方はこんな感じです。一応本革シートになってますね。ちょっとこれアーチで映ってもらいにくいですけど、天気なので、ね、日差しが強いですね。はい、リアの、いかにもこうレクサスってことですね。チェスしております。はい、ナンバープレートの方はまだ貼られておりますね。ほとんど傷がないんですよね。もう見た感じ全然ないと言ってもいいぐらい。もう7年落ちなんですけどね。かなり前の方が綺麗に出らっしゃったと思います。こんな感じです。 MD もねこれついてるタイプですね。ちょっと古いタイプなんで、私MD も持っていますので、ちょっと助かります。ちょっと古い方なんですね。今はスピンドルグリルになってますので、それでまあちょっとこの HS はお買い得になっているって感じの車になっていると思います。納車があと 4,5 日かかるらしいんですけど、非常に楽しみにしております。はい、それでは今日は、私が購入しましたレクサスの HS250H、 これのご紹介をお願いしていただきたいと思います。本日もご視聴どうもありがとうございました。なにね、このこれすっごい広いんですね。これね、これを先に言っとくべきですね。このトヨペット、シガトヨペットのコーナーすっごい広いですね、これね。はい、それでは